はい、おはようございます。今回アナリストを担当しております、ジッツと申します。この公演は梅田芸術劇場の10周年ということで、そこまでずっと劇場を見守って育ててくださったお客様方に何かお返しをしたい、大きなものをプレゼントしたいなということで、スーパーギフトを行っていて、プレゼントの中身として何がいいかなというのもいろいろあると思いますが、僕は宝塚の演出家なので、今回皆さんと、それぞれ皆さんが過ごした宝塚時代のとても懐かしいナンバーですので、あるいは現在皆さんが、卒業後に展開した新しいメンバーをミックスしながら、でも基本的には楽しんでとにかく過ごしていただく人を作るのが一番のプレゼントだと思いましたので、どえらい贈り物と言っておりますが、それを、ぜひ贈りたいということで、準備稽古を重ねてきまして、本当に、そうですね、素晴らしい頑張りで今日まで来ていますので、きっと満足していただけるものができていると思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございます。鶴見です。私にとってはやっぱり宝物のような宝塚でも思い出の作品を再現させていただけること、あまりにも時がこう行き過ぎてて、この中で一番私がやってから随分長い間違うことをさせていただいているので、ちょっと戻るのにものすごく時間と力が労力がいるなと思いつつ、でもやっぱり宝塚の素晴らしさを改めて感じながら、先生の楽しい表をみんなと一緒に作らせていただいております。どうぞ皆さん楽しみにしてください。堀圭明でございます。本日はありがとうございます。今回の今日王子公演って今までもたくさんあったんですけれども、このぐらい現在もある宝塚のショーに近い公演はないんじゃないかなとちょっと思っております。ですけれども、私どもは OG でもう随分卒業してから時間も経っておりまして、私はなんかこうアルバムを開けたようなショーだなと思っております。でアルバムを開けたらちょっともうセピア色に写真がなっているのが私たちの体力なのかなとちょっと思いますけれども、でもその時間が経ってからの昔の再現もまた味わいがあって、私たちハーハーしながらはやっておりますが、なんかその美みたいなもの、そして宝塚で培ってきた歴史みたいなものを、ファンの皆様はじめ、多くの皆様にご覧いただきながら、梅田芸術劇場の10周年を祝ってみんなで、お祭り騒ぎをしたいなという思いでございます。よろしくお願いいたします。アンジェリナです。よろしくお願いします。宝塚を辞めて女優になってもずっと応援してくださっているファンの方々に、私たちからスーパーギフトとして、懐かしい場面になって本当にファンの方たちに楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。鈴木浅野です。ありがとうございます。昨年宝塚100周年を迎えて、それまでの10公演たくさん出演させていただいたりという機会がたくさんありましたけれども、101年目に迎えた今年、梅田芸術劇場さんの10周年ということで、そのような公演ステージを作っていただいたことに大変感謝しています。退団してからそのように上級生の方々、下級生の方、在団中にご一緒させていただけなかった方たちと一緒に舞台に立てるというのは、その上ない喜びです。皆さんにいろんな形での今の私たちのギフトをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。小月あかるです。本日はありがとうございます。本当に素敵な先輩方とご一緒させていただく、このような機会を与えていただいて、本当に幸せに思っております。今こうして並んでご挨拶聞いてても、なんかだんだん心拍数が上がってきて、稽古場から本当にたくさんの刺激をいただいて、特に静木さんと一緒にアンジュさんを取り合うパンケーシーもあったり、もう、はい、楽しませていただいております。とにかくお客様に最高のギフトを持って帰っていただきますよう、
心を込めて、はい、踊りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。見てのお楽しみのところがそうですね、カフェゼのみんなさんもアンサンブルすっごいいろんな踊りとか歌とか歌ってくださっているので、なんかやっぱり宝塚って総合的な、我々今5人ここにいますけど、そうじゃなくて全員がものすごいキラキラ光っているのが見どころだと思います。はい、私個人としては現役時代に踊った須賀川というものを、久しぶりに着流しを着て男役で踊らせていただくんですけれども、その時にちょっと思ったのが、今剣さんもおっしゃったみたいに宝塚ってたくさんの授業があって、三味線からお琴から楽器もで、今回きっとお送りしてないのは楽器だけかなと、楽器だけかなって思うくらい、なんかまあ授業の中のほとんどをお見せしてるんじゃないかなって思うくらい、その中にはその宝塚の代表である群舞というものをスターもみんな踊ってるのが今回のなんか見どころだなって、私はそこでも歌なんですけども、いつも感動しながら、何でさえかスターも交えての大群舞がとかもありますし、本当に見どころ満載でございます。ありがとうございます。はい、先ほど渡るも言いましたけれども、小月さんと静月さんで私の歌を取り合うところもそうですけれども、そうですね、私が宝塚に振り付けに行って、今度のアンサンブルは2人以外全部私振り付けをした人たちなので、その人たちをバックに踊るってこんなに幸せなのかっていうのを今感じてます。その人たちと一緒にその一場面を作るっていうのも楽しみですし、あと私の先代の大浦さん、亡くなられた大浦さんの思い出の曲を鶴見さんに歌われて私が踊るっていう、そこも見ていただきたいと思います。今回大きな場面の一部分として宮の前ガールがありまして、宮の前ガールとしては演奏の鶴見さんと一緒に私は鶴見時代にジェラルドという役をさせていただいたことがありまして、主演の方とご一緒させていただけるとは思っていなかったので夢のようです。それとこの今回のメンバーだけで宮の前ガール実力の作品ができるのではないかというぐらいとても素晴らしい大きなナンバーに、アンヌさんがカップで歌われたりとかする場面もすごく素敵なので、私もお稽古場で見てるだけでも大変楽しかったので、皆さんの見どころたくさんあると思います。はい、私も静木さんと同じで「Me&My Girl」、私はケースの時に鶴木さんの客席で何度も見学で見させていただいた思いがあってもう現役時代は残念ながら縁のない作品だったんですけれども、今回はもう鶴木さんとブラマさんのコンビの中で一緒にこうやって演じられているのがすごく幸せ、最後客席にランディスウォークでお客様のご挨拶に行くのもすごく楽しみで見どころかなと思っています。ありがとうございました。よろしいですか、よろしくお願いいたします。